改めて田淵貴博と言います。であのスライドにはですね、下に就活の軸を書いてあります。田淵さん、今まで5年間働かれてて辞めたいなって思った瞬間とかありますか？ジャッジお願いします。せーの。どうもこんにちは、新代理メンバーの鈴です。小倉です。平山です。本日はですね、サイバーエージェント現役神社の方に来ていただいて、全学生サイバー行けという極論の立場に立っていただいて、会社の魅力を全力でプレゼンしていただく企画でございます。よろしくお願いします。サイバーエージェント人事の田淵と言います。あのすごいキラキラとしたオープニングでですね頑張っていきたいなというふうに思います。そしてその魅力が詰まったプレゼンをしていただいた後に、とはいえ実際めっちゃ忙しいんじゃないのとか、結構きついんじゃないのなどという、まあ、いろいろぶっこんで我々は質問していきたいと思います。改めて田淵貴博と言います。であのスライドにはですね、下に就活の軸を書いてあります。特にですね、この2番目の規模×機械で最速の成長を遂げられる環境がサイバーエージェントにはあるというふうに思って決めたので、このあたりの理由はですね、あのあえて後半に話していきたいなというふうに思います。でまずサイバーエージェントのパーパスになります。パーパスっていうのは、企業がどういうふうに世の中に貢献していくかっていうのを明文化したもので、サイバーエージェントは新しい力とインターネットで日本の閉塞感を打破するというふうな、もう少し噛み砕くと、インターネットを通じて、インターネットを駆使して、日本を元気にしていこうというふうなところで、もしかしたらですね、これ見ていただいている皆さん、アベマでワールドカップ見ていただいた方もいらっしゃるかなというふうに思うんですが、ああいうものを通してですね、日本に熱狂を届けていくっていうのが、サイバーエージェントの目的になっています。で、業績はですね、設立から25周年、毎年、右肩上がりに成長を遂げています。国内企業の中で200番目ぐらいの規模なんですね。で、これ聞くと皆さん、上に持っていっぱいあるのかっていうふうに思う人かもしれないんですが、設立から25周年でこの位置にいる会社っていうのはすごく珍しいので、この成長率を保ったままさらにですね、拡大をしていきたいなというふうに思っている会社です。で、事業の紹介になります。非常に多くのですね、事業がありまして、100個以上の事業があるというふうに言われているんですが、大きくですね、3つの柱がありまして、まずこれ売上の 50% を占めているのが創業事業でもあるインターネット広告事業になります。左下がゲーム事業ですね、スマートフォンのゲーム作っています。3つ目、これが皆さんにもしかしたら一番身近かなというふうに思うインターネットテレビ、あるものも含まれるメディア事業で、特にインターネット広告事業とゲーム事業で売り上げを作って、アベマの新しいチャレンジっていうのを目指しているのが今のサイバーエージェントになります。3本の柱に続いて4本目、5本目っていうふうに柱を作っていこうと力を入れているのが新規事業という動きで、まあこれで100個ぐらいあるっていう感じなんですが、全てに共通するのがですね、インターネットから軸足をぶらさないというようなところになります。とにかく成長産業でビジネスをたくさんしていこう、そういうふうな思いがあるので、あのサイバーエージェントのビジネスモデル、皆さんにイメージしていただくと IT×○○ で、この○○に入れば何でもやると、 IT×テレビでアベマをやっていますし、 IT×広告、 IT×金融、 IT×スポーツ、 IT×教育、全部やってるような会社になっています。で、最後ですね、ちょっとお伝えしたいのが、サイバーエージェントの決め手、個人的な話をします。はい。で、僕は、規模かける機会で最速の成長が遂げられると思って、サイバーエージェントに決めました。で、これはですね、僕自身、まあ見ていただいたら分かると思うんですけど、ずーっと学生時代スポーツをやってたんですね。多いです。で、その中でですね、早く成長していくってやったりとか、そこに基づいて、やっぱ楽しんでいくのは、強いチームで、下級生の頃から、たくさん試合に出てる人、これが、早く成長してるなと思ったんですね。確かに。で、強いチームであまり試合に出てない人と、弱いチームでたくさん試合に出てる人、どっちが成長できるかなって考えるとちょっと難しいじゃないですか。ただ強いチームでたくさん試合に出てる人が前者よりも早く成長するっていうのは、なんか皆さんイメージがあると思っていて、でこれはもうビジネスの世界と一緒だなっていうふうに思いました。なので、IT 事業会社屈指の事業規模を誇り、そこにですね、先ほどもお話をしましたが、科学的な事業領域、これからもどんどん広がっていくと思います。規模と機械が両立して、最速の成長が遂げられる環境が、サイバーエージェントにあるんじゃないかというふうに思って、仕切っていました。そんな形になります。ちょっと個人的な話と会社の話をしましたが、プレゼンは以上になります。皆さんありがとうございました。ありがとうございます。規模かける機械で最速の成長を届けられる環境って、まあ、サイバーエージェントは他にもいろいろあると思うんですよ、うんうん、なんでその中でサイバーエージェントさんに絞ったのかっていうのをお聞きしたいです。これがコアになって、これだけではなくって、はい、それ以外にもですね、まあ、成長産業で勢いよく成長しているっていうところと、あと人の心を動かす仕事、付加価値を作る仕事っ
ていうところで、サイバーエージェントすごい事業力広いんですね、はい、今でいうと医療だったりとか教育もやってるんですが、ただメインが広告だったりとかエンタメ、ゲーム、メディアっていう風なところで人の心を動かすようなワクワクしているようなことがしたいなっていう風な思いが僕にはあったので、それを踏まえてサイバーエージェントに意識をしたっていう風な形でしたね。他にどういう企業を受けてて、就活の始めた時はあらゆる業界を見てましたね、はい、部活の先輩が受けてるところをとにかく全部見てみようというふうに思って、商社さんだったりだとか、まあ、金融もそうですし、コンサルティングもそうですし、あともっと言うと僕はゆくゆくやっぱりスポーツに関わることがやりたいなというふうに思ったんで、スポーツ業界とかも見たりしてます、はい、今の聞いてると全部その DNA さんとかも当てはまりそうだなと思ったんですけど、はいはい、そこも受けてたんですか？もちろん受けてました。 DNA さんとか成長産業でかついろいろな幅広く事業をやっている会社でいうとリクルートさんとかも受けていて、はい、ただ多分この後の質問ってなんでサイバーエージェントかですけど、これはビジョンのところを見て決めたんですよ。 DNA さんはことに向かえっていう、そうですね、でリクルートさんは東洋ハートなんで君が何にしたいのか、でサイバーエージェントは21世紀を代表する会社を作る。でこれ簡単に見た時にサイバーエージェントはすごいチーム主義の会社だなと思ったんですね、いろいろな会社に価値観があるんで、それは良し悪しではないんですけど、チームってものをこう一番に置いて仕事をしている環境で働くのがいいんじゃないかなっていうふうに思ったので、サイバーエージェント入社されて5年目だと思うんですけど、今のところ最速の成長を遂げられたなと思いますか？仕事って評価するのが他人なので、そこっていうのは、まあ、なんとも言えないかなと思います。ただ、やっぱり規模と機会っていうところは、すごく任せてもらったりだとか、それを体感できているなというふうに思うので、そこに通じる最速の成長が遂げられてるんじゃないかなというふうに思っています。ありがとうございます。はい。それでは僕のプレゼンを聞いて、サイバーエージェントに行きたいと思いましたでしょうか？ジャッジお願いします。せーの、はい。僕だけまず、プレゼンを聞いてってめっちゃいいなって思っちゃって、っていうのも筋が通り過ぎてってどこにこう突っ込んでここの部分で行きたくなくなったって言えばいいのかわからないぐらい綺麗で行きたいなって思います。個人的なスポーツの話とかされてたので普通に納得できちゃって、確かにサイバーに行ったらどこよりも成長できそうそういう環境すごいって普通に思っちゃったっていうのがあります。はい、私が丸を出した理由はプレゼンに聞かれて、はい、あ自分もとマッチしてるなと思って丸を出しました。はい、ありがとうございます、はい、超生意気にバスバス出てきて何ですか？はい、理由はチーム主義っておっしゃってて、そのなんかチームとして強くなっていくみたいなお話だったと思うんですけど、僕個人的に個人主義派なんですよ。確かにね、チームもめっちゃいいと思うけど、僕みたいな個人タイプは個人の方で突き詰めていけるような環境が他にもあるんじゃないかなと思って、プレゼンはすごくうまかったので、なんかちょっと勝手に学びたいなとか盗みたいなと。いや、ほんとほんと、はい、ここからはぶっちゃけ質問コーナーで、はい、参りたいと思います。はい、何でも聞いていいんですか？もちろんです。さっきリナからも僕みたいな個人はちょっと違うみたいなあったと思うんですけど、こういう人はちょっと向いてないよみたいな人物像をちょっと聞きたいです、うんうん、それで言うと、はい、変化にネガティブな人は向いてないと思う。そこに対して昨日までこうだったから今日からこうなっちゃった、うまいもの作ってきたのにもうやだってなると絶対見たいですねそこで逆に、まあ、じゃあここにいち早くキャッチアップしたらもっとお客さん喜ばせられるんじゃないかとか、いいサービスが出せるんじゃないかってポジティブに捉えられる人が絶対に見ていて、まあ、そこは楽しい。結構忙しかったりとかめっちゃきついみたいなイメージがあるんですけど、うん、そこら辺ってどうなんですか？毎日19時に本当にこう1年を通して帰れるかというと、そうではない会社だなとぶっちゃけ思いますでそれはやっぱり1年目からもう任される領域が大きくって、ね、明日とか今週に自分の担当しているサービスだったりとかが世の中に出るってなった時に、まだここもっと冷たいって絶対出てきたりするんですね。そういう時にもうそれはいいやって言って帰ることはやっぱりしたくない社員も多いですし、そこでやっぱり当事者意識を持って頑張っている社員が多いので、そこは結構働いてるというふうに思います。でただやっぱりこう一部上場企業ですし、福利厚生のところも整ってきているので、そこのバランスっていうのはすごく会社としても力を入れて取り組んでいるところなんじゃないかなというふうに思います。私が気になったのは、はい、女性としてさ妊娠とかっていろいろあるわけじゃん、うん、そういう時にちゃんと休めるのかなっていう、そういうところちゃんと大丈夫なのかなっていうのを聞きしたいです。ありがとうございます。サイバーエージェントですね、マカロンっていう女性活躍を促進するための制度っていうのがありまして、マカロンっていうんですよ。かわいい。ママが CA でロングで働く
すごい。わかるわ。いろいろな女性特有のこう働くために特別休暇を取れたりとかっていうふうなものがあって、ファクトとしてですね、まず育休復帰率っていうのが 500% 近いっていうふうなところと、もう一個ポイントが、これは別に育休だけに特化したものじゃないんですけど、キャリアエージェントっていう社内での適材適所を作るための特化組織があるんですよ。彼ら何やってるかっていうと、いろいろな現場のいろいろな部署のミッションだったりを把握したりだとか、その中でたくさんの社員と面談をして、社員一人一人がどんなことやりたいのかっていうのをキャッチアップし、この部署で要は広告で働いてる社員に対して、今度アベマでこんなミッションあるから丸山さんに合ってると思うんでやってみないっていうのをマッチングさせるための部署があるんですね。へー。彼らがその育休から戻ってくる時とかに、育休まではもうバリバリ広告で営業局長やってましたみたいな女性も帰ってくると、自分の人生で一番大事なのは娘なんでとかってのは思ってるわけですよね。そこをちゃんとキャッチアップして、広告営業の局長にそのまま戻るんではなく、で最初のこの何年かっていうのはバックオフィスだったりサポートチームで仕事をしていきましょうっていうのをやっぱ調整したりとかする環境があって、そういうのがあるからこそやっぱり育休からの高い復帰率っていうのが実現できる。田淵さん、今まで5年間働かれてて、辞めたいなって思った瞬間とかありますか？辞めたいと思ったことはないです。ただ、きついなーとか、めっちゃプレッシャーかかるなーみたいなのは、ほんまに思ってるから、毎日ではないですけど、僕も表に出て皆さんにプレゼンをする側なので、ポジティブな側面をたくさんお伝えしなきゃいけないなと思ってるんですけど、やっぱり仕事って10割楽しいわけがないんですよ。で、これはもう僕、ずっとスポーツしてて、振り返ってみても、アメフト4年間超楽しかったんですね。今振り返ってみると、だから毎日の練習が楽しかったかっていうと超嫌だったんですでもその中で頑張って仲間と切磋琢磨して試合に勝てましたとか、自分の技がうまく当たってチームの成果につながりましたって時の喜びっていうのは半端なくって、それっていうのをこの会社に行ってこの仕事をしていて体感できているので、やめたいことはない。ただ毎日が全部楽しいかっていうと辛いことももちろんありますっていう。ということで、最後に田淵さんからお知らせがあるってことで、はい、最後にですね、僕の方から選考とあとインターンシップ、かなりインターンシップについてお話をさせていただければなと思います。まずですね、選考情報でサイバーエージェント2号卒の内定につながる選考も始めてます。はいはい、今画面に共有しているのがですねフローになるんですが、ポイント3つ一応出してるんですが、今日お話するのは2つです。まず1つはですね、エントリーシートなしで一時のグループディスカッションに参加できます。なので必ず皆さんに会って選考をさせていただくっていうのが1つポイントかなと思います。もう一つは、去年はですねサマーのインターンシップ選抜者限定だったんですが、今年はですね5時の人事面接に合格した方全員が参加できるっていう形になっているので、ぜひ振るって覚えていただけたらなと思います。今年は4タイプインターンシップを作ってます。サイバーエージェント事業領域がすごく広いので、テーマにですね絞ったもの、広告編、エンタメ編であったりだとか、あとはサイバーエージェントボックスっていう3日間で広告メディアゲームを体感できるものだったり、経営戦略をですね役員であったりとか事業責任者と一緒に体感することができるインターンシップを用意しています。気になる方はぜひホームページチェックしていただけたらなというふうに思います。とサイバーエージェントのインターンシップのポイントをお話しするとですね、リアリティの追求ができると、その先で実践的なスキルが身につくのがサイバーエージェントのインターンシップだと思ってます。真ん中に去年のお題の一部を持ってきましたが、実際にサイバーエージェントが世の中に出しているですねプロダクトであったりだとかサービスをテーマにしたものを実際の設計者だったりとか事業責任者と一緒に話し合いながらやっていただくものになるので、ぜひですね皆さんご参加いただければなと思います。今お話しいただいたインターンシップの URL は概要欄にも貼ってあるので、そちらから応募してみてくださいということで、本日は田淵さん長い間ありがとうございました。ありがとうございました。せーの、じゃあちょっと待って、知ってる？ダイアリーのサイトではその企業から内定をもらった先輩のリアルな面接動画が見放題。志望動機とか参考にできるじゃん。絶対にここでしか見られない。無料登録で今すぐ見てね。概要欄からチェック。